麻生内閣府特命担当大臣。ただいま議題となりました情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容をご説明申し上げます。近年の情報通信技術の進展に伴い金融取引が多様化してきている中で、金融の機能に対する信頼向上及び利用者保護等を図ることが喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ本法律案を提出した次第であります。以下この法律案の内容につきましてご説明申し上げます。第一に、仮想通貨の呼称を暗号資産に変更するとともに、暗号資産の流出リスクへの対応等、暗号資産交換業者に関する制度を整備することといたしております。第2に、暗号資産を用いた証拠金取引や ICO と呼ばれる資金調達等新たな取引に関する制度を整備することとしております。第3に、金融機関の業務に顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務等を追加することといたしております。第4に、店頭デリバティブ取引における証拠金の生産に関し、国際的な取引慣行に対応するための規定を整備することとしております。その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。以上がこの法律案の提案理由及びその内容であります。何とぞご審議の上、速やかにご賛同くださいますようお願い申し上げます。以上で趣旨説明の聴取は終わりました。本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。